沢谷ラザイ総トン数488トン旅客定員1頭、20名2七77名3頭、302名賃金1頭、3円50銭2頭、2円50銭3頭、1円50銭キロメートルほど63キロメートル新潟出版午後2時 佐渡すぎ、午後4時45分の予定。速力、15節。何しに佐渡へなど行く気になったのだろう。11月17日、細い雨が降っている。私は、紺がすりの着物、それに袴をつけ、浜先の安げたを履いて、船尾の甲板に立っていた。マントも着ていない。帽子も、かぶっていない。船は走っている。信濃川を下っているのだ。スルスル滑り。 泳いでいでる川の岸に並び立っている倉庫は次々に私を見送りやがて遠のく黒く濡れた防波堤が現れるその先端に白い灯台が立っているもはや河口であるこれからすぐ日本海に出るのだゆらりと一揺れ大きく船がよろめいた海に出たのであるエンジンの音がここぞと強く馬力をかけた本気になったのである 速力は15節。寒い。私は新潟の港を見捨て、船室へ入った。二等船室の薄暗いおくすみに、ボウイから借りた白い毛布にくるまって寝てしまった。船酔いせぬように神に念じた。船にはまるっきり自信がなかった。心細い限りである。ゆらゆら動く、死んだふりをしていようと思った。目をつぶって、じっとしていた。何死にさどえなど行くのだろう。 自分にも分からなかった。16日に新潟の高等学校で下手な講演をした。その翌日、この船に乗った。沢渡は寂しいところだと聞いている。死ぬほど寂しいところだと聞いている。前から気がかりになっていたのである。私には天国よりも地獄の方が気にかかる。関西の法令、瀬戸内海の名備は人から聞いて、一応は憧れても見るのだが。 なぜだかすぐに行く気はしない。相模、駿河までは行ったが、それから先は、私は未だ一度も行ってみたことがない。もっと、年取ってから行ってみたいと思っている。心に遊びの余裕ができてから、ゆっくり関西を回ってみたいと思っている。今は、まだ地獄の方角ばかりが気にかかる。新潟まで行くのならば、佐渡へも立ち寄ろう。立ち寄らなければならぬ。いわば、 死神の手招きに吸い寄せられるように、私は何の理由もなく、佐渡に惹かれた。私は大変汚染地なのかもしれない。死ぬほど寂しいところ。それが良かった。お恥ずかしいことである。けれども、戦室の隅に死んだふりして寝転んで、私はつくづく後悔していた。何死に佐渡へ行くのだろう。何を好き好んで、こんな寒い季節に、もっともらしい顔をして、袴を吐き、一人で、 そんな寂しいところへ何もないのが分かっていながら、今に船酔いするかもしれぬ。誰も褒めない。自分を、バカだと思った。いくつになっても、どうしてこんな、バカなことばかりするのだろう。私は、まだ、こんな無駄な旅行などできる身分ではないのだ。家の経済を思えば、一銭の無駄遣いもできぬはずであるのについ、ふとした心のはずみから、こんな、つまらぬ旅行を企てる。少しも気が進まないのに。 不意と言い出したら、必ずそれを意地になって実行する。そうしないと、誰かに嘘をついたような気がして、嫌である。負けるような気がして、嫌である。バカなことと知りながら実行して、後で激烈な開墾の腹痛に転々する。何にもならない。いくつになっても、同じことを繰り返してばかりいるのである。今度の旅行も、これは、バカな旅行だ。なんだって、佐渡なんかへ、行ってこなければいけないのだろう。 意味がなないいじゃないか私は毛布にくるまって、船室のおくすみに寝転びながら、実にどうにも不愉快であった。自分に腹が立って、たまらなかった。佐渡へ行ったって、悪いことばかり起こるに違いないと思った。しばらく目をつぶって、自分をバカのろがと叱っていたが、やがて、むっくり起きてしまった。船酔いして吐きたくなったからではない。その反対である。 1>, 1時間ほどこっと身動きせず、いわば死んだふりをしていたのであるが、船酔いの気配はなかった。大丈夫だと思ったのである。そう思ったら、寝ているのが、バカバカしくなって起きてしまった。立ち上ったら、よろめいた。船は、かなり動揺しているのである。壁にもたれ、柱にすがり、きざな千鳥足で船室から出て、潜伏の甲板に立った。私は、目を、目たっそう。第3水準1の88の85。 キキョョロロしたのである。沢リはもうすぐそこに見えている。前頭紅葉をして、岸の赤土の崖はザブリザブリと波に現れている。もう、来てしまったのだ。それにしては少し早すぎる。まだ1時間しか経っていない。漁獲もすべて落ち着いて、まだ船室に寝そべっている。甲板にも、40年配の男が、2、3人出ているが、一様に、のんびり前方の島を眺め、 タバコを吹かしている誰も興奮していない。興奮しているのは私だけである。島の岬に灯台が立っている。もう来てしまった。けれども、誰も騒がない。空は低くネズミ色。雨は、もうやんでいる。島は、甲板から100メートルと離れていない。船は、島の岸に沿うて、平気で進む。私にも、少しわかってきた。つまり、 船は、この島の影の方に回って、それから停泊するのだろうと思った。そう思ったら、少し安心した。私は、よろめきながら、船尾の方へ回ってみた。新潟は、いや、日本の内地は、もう見えない。陰鬱な、寒い海だ。水が真っ黒の感じである。スクリューに巻き上げられ、沸騰し、飛散するざわざわのほとばし泡は、海水の黒の中で、わしのように鮮やかに感じられ、広い身をは、 大きい螺旋が弾けたように、幾重にも細かい柔軟の破線を広げている。日本海は杉江だ、と、愚にもつかぬ弾丸を下して、私は、やや得意になっていた。推定を見てきた顔の子ガモかな、つまりその顔であったわけだが、さらによろよろ、潜伏の甲板に帰ってきて、眼前の無言の島に対しては、その得意の子ガモも、首をひねらざるを得なかった。船も島も、互いに、そしらぬ顔をしているのである。島は、 船を迎える気色がない。ただ黙って見送っている。船もまた、その島に、何の挨拶もしようとしない。同じ歩調で、済まして行き過ぎようとしているのだ。島の岬の灯台は、みるみる遠く離れていく。船は平気で進む。島の陰に回るのかと思って、少し安心していたのだが、そうでもないらしい。島は、置き去りにされようとしている。これは、佐渡島でないのかもしれぬ。 小鴨は大いに狼狽した。昨日、新潟の海岸から、冒険したのも、この島だ。あれが、沢渡だね。そうです。高等学校の生徒は、答えた。火が見えるかね沢渡は、寝たかよ、火が見えぬというのは、起きていたら火が見えるという単語なのだから、火が見えるはずだね。つまらぬ理屈を言った。見えません。そうかねそれじゃ。 あの歌は嘘だね。生徒たちは笑った。その島だ。間違いない。確かに、この島であったのだが、けれども、今、汽船は、ここをそしらぬふりして通り過ぎようとしている。全く黙殺している。これは佐渡島でないのかもしれぬ。時間から言っても、これが佐渡だとすると、あまりにも到着が早すぎる。佐渡ではないのだ。私は恥ずかしさに、てんてこないした。 昨日、新潟の砂丘で、私がひどくもったいふり、あれが、佐渡だね、と、早がてんの指差しをして、生徒たちは、それがとんでもない間違いだと知っていながら、私があまりにも早朝な口調で盲談しているので、それを嘲笑して否定するのが気の毒になり、そうですと答えて、その場を取り繕ってくれたのかもしれない。そうして、後で、私を画家先生ではないかと疑い、火が見えるかねと言いよったぞと、と私の口真似して笑い合っているのに違いないと思ったら、私は、 やにわに袴を脱ぎ捨て、海に投じたくなった。けれども、また、ふといや、そんなことはない。地図で見ても、新潟の近くには佐渡島一つしかなかったはずだ。昨日の生徒も、みんな、誠実な人たちだった。これは、とにかく佐渡に違いないとも思い返してみるのだが、さて、確信はない。汽船は、容赦なく進む。旅客は、ひっそりしている。私一人は、甲板で、 うろうろしている。気が気でない。誰かに聞いてみようかと、幾度となく思うのだが、もしこれが佐渡島だった場合、佐渡行きの汽船に乗り込んでいながら、あれは何という島ですかという質問くらい馬鹿げたものはない。私は、狂人と思われるかもしれない。私は、その質問だけは、どうしても観光できなかった。銀座を歩きながら、ここは、大阪ですかという質問と同じくらいに奇妙であろう。私は、 冗談でなく大の音、焦燥を感じた。知りたい。この汽船の大勢の人たちの中で、私、一人だけが知らない変な事実があるのだ。確かにあるのだ。海面は、次第に暗くなりかけて、問題の沈黙の島も黒一色になり、ずんずん船と離れていく。とにかくこれは佐渡だ。その他には、新潟の海に、こんな島は、絶対になかったはずだ。佐渡に違いない。ぐるりと、 この島を大誘拐して、影の港に到着するという仕組みなのだろう。そう考えるより他はないと、私は、給与の弾丸を下して落ち着こうとしたが、やはり、どうにも浮かぬ気持ちであった。ひょいと、前方の薄暗い海面を透かし眺めて、私は愕然とした。実に、意外な発見をしたのだ。誇張ではなく、恐怖の感をさえ覚えた。ぞっとしたのである。汽船のまっすぐに進み行く方向、はるか、前方に、 かすかに青く、大陸の影が見える。私は、嫌なものを見たような気がした。見ないふりをした。けれども、大陸の影は、確かに、水平線上に薄青く見えるのだ。満州ではないかと思った。まさか、とすぐに打ち消した。私の混乱は、クライマックスに達した。日本の内地ではないかと思った。それでは方角があべこべだ。朝鮮まさか、と慌てて打ち消した。 めちゃめちゃになった。能登半島。それかもしれぬと思ったときに、背後の戦出はざわめき始めた。さあ、もう見えてきました。という言葉が、私の耳に入った。私は、うんざりした。あの大陸がわ渡りなのだ。大きすぎる。北海道とそんなに違うんじゃないかと思った。台湾とは、どう、頭等と真面目に考えた。あの大陸の影が佐渡だとすると、 私の今までの苦心の観察は全然間違いだったというわけになる。高等学校の生徒は私に嘘を教えたのだ。すると、この眼前の黒いつまらぬ島は一体何だろうつまらぬ島だ。人を惑わすものである。こういう島も新潟と佐渡の間に昔からあったのかもしれぬ。私は中学時代から地理の学科を好まなかったのだ。私は何も知らない。したたかに自信を失い。 観察を中止して、船室に引き上げた。あの運営もこの大陸が佐渡だとすると、到着までには、まだ、相当の間がある。早くから騒ぎ回って損をした。私は、再びうんざりして、毛布を引っ張り、船室の隅に寝てしまった。けれども、他の船客たちは、私と反対に、むくりむくり置き、はじめ、三支田区に取りかかるやら、若夫人は、旦那の大場を羽織って、簡単に遺んで出てみるやら。 だんだん騒がしくなるばかりである。私は、また起きた。自分ながら間抜けていると思った。ボーイが毛布の貸し金を取りにやってきた。もう、すぐですか。私は、わざと寝ぼけたような声で尋ねた。ボーイは、ちらりと腕時計を見て、もう、十分でございます。と答えた。私は、慌てた。何が何やら、わからなかった。カバンから 毛糸の首巻きを取り出し、それを首にぐるぐる巻いて、甲板に出てみた。もう、船は、少しも動揺していない。エンジンの音も優しく、静かである。空も、海も、もうすっかり暗くなって、雨が少し降っている。前方の闇を覗くと、なるほど、港の火が、パラパラ、二十も三十も見える。恵比寿港に違いない。甲板には、大勢の旅客が、ちゃんと見支度をして出てきている。 パパ、さっきの島は赤いオーバーを着た10歳くらいの少女が、そばの紳士に訪ねている。私は、人知れず、全身の注意を、その会話に集中させた。この家族は、都会の人たちらしい。私と同様に、初めて佐渡へやってきた人たちに違いない。佐渡ですよ。と、父は答えた。そうか、と、私は少女と共にうなずいた。なお、よく、 父の説明を聞こうと思って、私は、そっと、その家族の方へすり寄った。パパも、よくわからないのですがね。と、紳士は不安げに言い出した。つまり、島の形が、こんな具合に、と言って、両手で、島の形を作ってみせて、こんな具合になっていて、汽船がここを走っているので、島が2つあるように見えたのでしょう。私は少し背伸びして、その父の手の形を覗いて、ああ。 と全く了解したすべて少女のおかげである。つまり、佐渡島は匠の字を倒さにしたような形で、2つの平行した山脈地帯を、低い平野が紐で細く結んでいるような状態なのである。大きい方の山脈地帯は、例の運縁模この大陸なのである。先の沈黙の島は、小さい方の山脈地帯なのである。平野は、低いから全く冒険できなかった。そうして、船は平野の港に到着した。 それだけののことなのであるよくできていると思った。佐渡へ上陸した。格別、内地と変わったことはない。10年ほど前に北海道へ渡ったことがあったけれど、上陸第一歩から興奮した。土の踏み心地がまるっきり違うのである。土の根がバカに大きい感じがした。内地の土とその地下構造において全然別種のものだと思った。必ずや、 大陸の続きであろうと断定した後で、北海道生まれの友人に、そのことを言ったら、その友人は、私の直感に契服し、その通りだ、北海道は津軽海峡によって、内地と地質的に分離されているのであって、むしろ、アジア大陸と地質的に同種なのである、といろいろの霊賞をして、詳しく説明してくれた。私は、佐渡の上陸第一歩においても、その土の踏み心地を、こっそり試してみたのであるが、なんということもなかった。 内地のそれと同じである。これは新潟の続きである。と、私は素早く弾丸を下した。雨が降っている。私は傘もマントも持っていない。五百六千オーブの地質学者は、当惑した。もう、そろそろ、佐渡への情熱も消えていた。このまま帰ってもいいと思った。どうしようかと迷っていた。私は、港の暗い広場を、カバンを抱えてうろうろしていたのである。 旦那宿の客引きであるよし行こうどこへですか老いた番頭の方で、へどもどした。私の誤調が強すぎたのかもしれない。そこへ行くのさ。私は、番頭の持っているひさげひを指さした。福田旅館と書かれてある。母、老いた番頭は笑った。自動車を呼んでもらって、私は番頭と一緒に乗り込んだ。 暗い街である。房州あたりの漁師町の感じである。お客が多いのかねいいえ、もうだめです。9月過ぎると、さっぱりいけません。君は、東京の一カメ。へえ、白髪の四角な顔した番頭は、薄笑いした。福田旅館は、ここでは、いい方なんだろう。当てずっぽうでもなかった。実は、新潟で、生徒たちから、 二つ三ついい旅館の名前を聞いてきていたのだ。福田旅館は、確かに、その筆頭に挙げられていたように記憶していた。宣告、港の広場で、旦那と声をかけられ、ちらとひさげひを見ると、福田と書かれていたので、途端に私も決意したのだ。とにかく、この恵比寿に一泊しようと。今夜、これから、すぐに相川まで行ってしまおうかとも思っていたのだが、雨も降っているし、心細くなっているところへ、君が声をかけたんだ。 ひさげひを見たら、福田旅館と書かれていたので、ここへ一泊と決めてしまったんだ。僕は、新潟の人から聞いてきたんだ。ひさげひを見て、はっと思い出したのだ。君のところが、一等いい宿屋だとみんな、言っていたよ。恐れ入ります。番頭は、当惑そうに頭へ手をやって、ほんのあばらやですよ。しゃれたことを言った。宿へ着いた。あばらやではなかった。 小さい宿屋ではあるが、古い落ち着きがあった。後で女中さんから聞いたことだが、宮様のお宿をしたこともあるという。私の案内された部屋も悪くなかった。部屋に小さい炉が切ってあった。風呂へ入って髭を剃り、それから私は部屋の炉の前に淡然と正座した。新潟で一日、高等学校の生徒を相手にしてきた余波で、私は、馬鹿に行儀正しくなっていた。女中さんにも、 棒を飲んだような姿勢でひどく霧り工場な応対をしていた自分ながらおかしかったが急にぐにゃぐにゃになることもできなかった食事の時も膝を崩さなかったビールを1本飲んだ少しも酔わなかったこの島の名産は何かねはい海産物なら大抵のものがたくさん取れますそうかね会話が、途切れる。 しばらくして、やおらご質問。君は、佐渡の生まれかねはい。内地へ、行ってみたいと思うかねいいえ。そうだろう。何がそうだろうだか、自分にもわからなかった。ただ、ひどく気取っているのである。また、しばらく会話が、途切れる。私は、ご飯を4杯食べた。こんなに、たくさん食べたことはない。 白米は、おいしいね。白米なのである。私は、少し食べすぎたのに気がついて、そんな照れ隠しの寛解を述べた。そうでしょうか。女中さんは、さっきから窮屈がっているようである。お茶をいただきましょう。お粗末様でした。いや、私は、侍のようである。ご飯を食べてしまって、部屋に一人で短ざしていると、侍は、 睡魔に襲われるところとなった。ひどく眠い。机の上の電話で、開花の帳場へ時間を聞いた。侍には時計がないのである。6時40分。今から寝ては、宿の者に軽蔑されるような気がした。侍は立ち上り、土寺の上に、こがすりの羽織を引っ掛け、カバンから財布を取り出し、ちょっと、その内容を調べてから、真面目腐って廊下へ出た。のしのしと階段を下り、玄関に立ちはだかり、 さっきの晩頭にべたと傘を命じ、町を見てきます。と断定的な口調で言って、旅館を出た。旅館を数歩出ると、私は、急に人が変わったように、キョロキョロし始めた。裏町ばかりを選んで歩いた。雨は、ほとんどやんでいる。道が悪かった。おまけに、暗い。波の音が聞こえる。けれども、そんなに寂しくない。孤島の感じはないのである。 やはり、帽州あたりの漁村を歩いているような気持ちなのである。やっと見つけた。のき日には、義経と書かれてある。義経でも、弁慶でも構わない。私は、ただ、佐渡の人情を調べたいのである。そこへ入った。お酒を、飲みに来たのです。私は、少し優しい声になっていた。侍ではなかった。この料亭の悪口は言うまい。入った奴が、バカなのである。 佐渡の衆はそこになかった。料理だけがあった。私はこの料理の山にはうんざりした。カニ、アワビ、レイ、次々と持ってくるのである。はじめはこらえて黙っていたが、たまりかねて女中さんに言った。料理はいらないのです。宿でご飯を食べてきたばかりなんだ。カニもアワビも、レイも、みんな宿で食べてきました。お感情の心配をして、そういうわけではないのです。 いや、その心配もありますけれど、それよりも、料理が無駄ですよ。無駄なことです。僕は、何も食べません。お酒を、2、3本飲めばいいのです。はっきり言ったのだが、メガネをかけた女中さんは、笑いながら。でも、せっかくこしらえてしまったのですから、どうぞ、召し上がってください。芸者衆でも呼びましょうか。そうね。と、んかした。小さい女が、 入ってきた。君は芸者ですかと、私は、真面目に問いただしたいような気持ちにもなったが、この女の人の悪口も言うまい。呼んだやつが、バカなのだ。料理を食べませんか僕は宿で、食べてきたばかりなのです。無駄ですよ。食べてください。私は、食べ物を無駄にするのが、何よりも嫌いな質である。食い残して捨てるということぐらい、完全な浪費はないと思っている。 私は、一つの皿の上の料理は、全部食べるか、そうでなければ、全然、箸をつけないか、どちらかに決めている。金銭は、無駄に使っても、それを受け取った人の方で、有益に活用するであろう。料理の食べ残しは、吐き溜めに捨てるばかりである。完全に、無駄である。私は、目前に、無駄な料理の山を眺めて、身を切られるほど辛かった。この家の人、全部に、不満を感じた。 無神経だと思った食べなさいよ私はしつこくこだわった。客の前で食べるのが恥ずかしいのでしたら僕は帰ってもいいのです。後でみんなで食べてください。もったいないよ。いただきます。女は私の野望をびんするようにクスと笑ってバカ丁寧にお辞儀をした。けれども箸は取らなかった。すべて東京のバスへの感じである。 眠くなってきた。帰ります。何の情緒もなかった。宿へ帰ったのは、8時過ぎだった。私は、再び、侍の姿勢に帰って、女中さんに布団を引かせ、すぐに寝た。明朝は、相川へ行ってみるつもりである。夜半、ふと目が覚めた。ああ、沢渡りだ、と思った。波の音が、ドブンドブンと聞こえる。遠い孤島の宿屋に、 今寝ていいるのだという感じがはっきりきりた目が冴えてしまって、なかなか眠られなかった。いわば、死ぬほど寂しいところの、酷烈な孤独感をやっと捉えた。おいしいものではなかった。やりきれないものであった。けれども、これが欲しくて、佐渡までやってきたのではないか。うんと味わえ。もっと味わえ。床の中で、目をはっきり開いて、さまざまなことを考えた。自分の醜さを。 捨てててずに育いてていくより他は、ないと思った。障子が薄青くなってくる頃まで眠らずにいた翌朝ご飯を食べながら私は女中さんに告白した昨夜、義経という料理屋に行ったがつまらなかった建物は大きいが悪いところだねええ女中さんはくつろいでこの頃のできた家ですよ古くからの寺田屋などは格式もあっていいそうです そうです。格式のある家でなければだめです。寺田屋へ行けばよかった。女中さんはなぜだかひどく笑った。声を立てずにうつむいて肩に波打たせて笑っているのである。私も意味がわからなかったけれどもははと笑った。お客さんは料理屋などを嫌いかと思っていました。嫌いじゃないさ。私ももう気取らなくなっていた。 宿屋の女中さんが一番いいのだと思った。お感情を済まして出発するときも、その女中さんは、行っていらっしゃい。と言った。良い挨拶だと思った。愛川は、こうのバスに乗った。バスの乗客は、ほとんど、これの土地のものばかりであった。皮膚病の人が多かった。漁村には、どうしてだか、皮膚病が多いようである。今日は秋晴れである。 少しも変わりはなかった。植物の緑は淡い。山が低い。樹木は小さく、ひねくれている。うすら寒い田舎道。娘さんたちは、長い釣り金マントを着て歩いている。村々は、そ知らぬふりして、ちゃっかり生活を営んでいる。旅行者などを、天で黙殺している。沢渡は、生活しています。一言にして語ればそれだ。何の今日もない。 2時間近くバスに揺られて、相川に着いた。ここも、やはり、房州たりの漁村の感じである。道が白っぽく乾いている。そうして、そしらぬふりして生活を営んでいる。少しも旅行者を迎えてくれない。カバンを抱えて、うろうろしているのが恥ずかしいくらいである。なぜ、佐渡へなど来たのだろう。その疑問が、再び胸に浮かぶ。何もないのがわかっている。はじめから、 かかっていいることではないかそれでもとうとう相川までやってきた今は日本は遊ぶ時ではないそれも分かっている見物というのはこれはどういう心理なのだろう先日読んだワッサーマンの四十の男という小説の中に彼が旅に出かけようと思ったのは元より上った用事のためではなかったとしてもともかくそれは内心の衝動だったのだ彼は その衝動を抑制して旅に出なかったときには事故に忠実でなかったように思う事故を欺いたように思う見なかった美しい山水や失われた可能と希望との思いが彼を悩ますよし現存の幸福がいかに大きくともこの償い敵喪失の感情は彼に永遠の不安を与えるというような文章があったけれどもそのしなかった悔いを噛みたくないばかりにのこのこさどまで出かけてきたというわけのものかもしれぬ 佐渡には何もないあるべきはずはないということは、なんぼ愚かな私にでも、分かっていた。けれども、来てみないうちは、気がかりなのだ。見物の真理とは、そんなものではなかろうか。大げさに飛躍すれば、この人生でさえも、そんなものだと言えるかもしれない。見てしまった空気を、見なかった焦燥不安、それだけの連続で、30歳、40歳、50歳と、精一杯約束暮らして、死ぬるのではなかろうか。 私は、もう、そろそろ茶道を諦めた。明朝、出版の船で帰ろうと思った。あれこれ考えながら、白く乾いた相川の町をカバン抱えて歩いていたが、どうも、我ながら形がつかぬ。白昼の相川の町は、人一人通らぬ。町は、知らぬふりをしている。何しに来た、という顔をしている。ひっそりという感じでもない。がらんとしている。ここは、見物に来るところでない。 町は私に見向きもせず、自分だけの生活をさっさとしている。私は、のそのそ歩いている自分を、いよいよ恥ずかしく思った。できれば、今日、すぐ東京へ帰りたかった。けれども、帰船の都合が悪い。明朝、8時に、恵比寿港から、おけさまるが出る。それまで待たなければ、行けない。佐渡には、もう一つ、小木という町もあるはずだ。けれども、小木までには、またバスで、 3時間近くかかるらしい。もう、どこへも行きたくなかった。用事のない旅行はするものでない。この相川で一泊することに決めた。ここでは、浜の屋という宿屋が、上等だと、新潟の生徒から聞いてきた。せめて、宿屋だけでも、きれいなところへ泊まりたい。浜の屋は、すぐに見つかった。かなり大きい宿屋である。やはり、がらんとしていた。私は、3階の部屋に通された。 障子を開けるる。と日本海が見える少し水が濁っていたお風呂へ入りたいのですがさあお風呂は4時半からですけどこの女中さんはリアリストのようであるひどくよそよそしいどこか名所はないだろうかさあ女中さんは私の袴を畳みながらこんなに寒くなりましたから金山があるでしょう ええ、今年の9月から誰にも仲を見せないことになりました。お昼のお食事はどういたしましょう食べません。夕食を早めにしてください。私は土寺に着え宿を出てそれからただ歩いた。海岸へ行ってみた。何の考えもない。山へ登った。金山の一部が見えた。ひどく小規模な感じがした。さらに山路を歩き。 時々立ち止まって、日本海を冒険した。ずんずん登った。寒くなってきた。急いで下山した。また、町を歩いた。やたらに土産物を買った。少しも気持ちが、はずまない。これでよいのかもしれぬ。私は、とうとう茶道を見てしまったのだ。私は、翌朝、5時に起きて、電統の下で朝飯を食べた。6時のバスに乗らなければならぬ。 お膳には料理が4、5品もついていた。私は味噌汁とおしんこだけでご飯を食べた。他の料理には1菜箸をつけなかった。それは茶碗蒸しですよ。食べていきなさい。現実主義の女中さんは母のような口調で言った。そうか。私は茶碗蒸しの蓋を取った。外はまだ薄暗かった。私は宿屋の前に立ってバスを待った。 ゾロゾロと黒い毛布を着た老若男女の列が通るすべて無言で、せっせと、私の眼前を歩いていく。鉱山の人たちだね。私は、そばに立っている女中さんに小声で言った。女中さんは黙ってうなずいた。作者後期。旅館、料亭の名前は、すべて変名を用いた。